セーラー服。セーラー服は、セーラーカラーと呼ばれる、独特の形状をした、大きな襟が、特徴のトップス。世界中で海軍の軍服として使用され続けている。他、19世紀後半から20世紀初頭にかけて、子供服や、女性のファッションとして、世界的に流行した。また、その頃日本でも導入され、現在の海上自衛隊においても使用され続けている。 セーラー服タイプの女子学生の制服は、コスプレ文化とともに、セーラー服の名で、世界中に広がっている。旧日本海軍では、軍服としてのセーラー服を当初、水かふぶく、後に、フロックと称し、明治8年11月12日大上官、第168号布告別冊、イギリス人を意味する、ジョンブルから、ジョンベラーも呼んでいた。セーラー服は、世紀に、 セーラー、英語、セーラーの甲板位として誕生した。セーラー服の特徴である大きな襟の理由については、甲板上で風などの影響によって音声が聞き取りにくいとに襟を立て集音効果を得るためなど、諸説あるが、定かではない。セーラー服ができた頃の船塗りの間では、長髪を後ろでくくって、ポマードで塗り固める髪型、タール付けの豚の尻尾が流行していた。 戦場ではなかなか選択ができないので、後ろ襟や背中が油や吹けで汚れを防ぐためという説もある。しかし、イギリス政府のサイトでは、豚の尻尾は1815年以降急速に廃れ、記録に残っているのは1827年が最後で、あるのに対し、大きな襟が現れたのは1830年以降なので、豚の尻尾とセーラーカラーが共存していた時期はないと指摘している。 さらに同サイトでは、初期の襟は円形であったが、男性が自分で作ろうのに、簡単なため、方形になったとしている。また、現在のセーラー服の襟は、カラーとラペルが連続して、胸元が V 字型となっているものが多いが、19世紀のフランス海軍の制服のセーラー服にはラペルにあたる部分が切り欠かれており、胸元が V 字型になっていなかった。 アメリカ海軍が最初に使用したセーラー服もこのタイプで子供服にも見られた。セーラー服の胸元が大きく開いて逆三角形になっているのは海に落ちた時にすぐ服を破り泳ぎやすくするためと言われている。装飾として胸元に対スカーフがあり、その起源は水平が手拭い側でに使用するためのものであったと言われている。 イギリスのビクトリア女王在位1837年から1901年は英王室ヨット乗組の水兵の制服として揃えられたセーラー服が気に入り同一デザインの子供服をあつらえて1846年のクルージング際に王太子アルバート・エドワード、後のエドワード7世にその衣服を着用させた女王は他の王子たちにもセーラー服を与え 孫であるプロイセンのビルヘルム王子、後のドイツ皇帝ビヘルム2世にも寄贈した。このことから、イギリス国内では王室に習い、海軍好きの国民性も、相まって子供服として流行した。また、この流行は、その後20世紀初頭にかけて、世界的なものとなった。また、19世紀のフランスでは、女性のファッションとしてセーラー服が着られるようになり、 その後、某一種ブームの一環として、ヨーロッパ各国やアメリカで女性のファッションとして流行った。日本では20世紀前半までに、主に女子生徒用の制服として定着した。セーラー服を水平の制服として全面的に採用したのは、イギリス海軍が最初とされている。1841年には、アメリカ海軍がジャケットタイプの制服を、可視化。 兵洋として制定していたが、その頃、イギリス海軍では水兵の制服を規定しておらず、一部の艦の艦長が自分好みの制服を艦の資金で得ていた。しかし、前、乗組員に支給するには多額の費用がかかるため、人目につくことが多い艦長艇のクルーのみ制服を揃える場合もあった。特に軍艦ブレザー号、HMS ブレザーの艦長が1845年に、 あつらイた制服は評判となり、乗組員の制服を揃えることが、艦長の間で流行した、ブレザー五元参照。1853年、ハーレクイン号のミルモット艦長は、この流行に乗って、次官の艦長艇クルーに同化し、ハーレクインの服を着せた。しかしこれは、品縮を買い、新聞にも大きな問題として取り上げられた。1857年、 このハーレクイン騒動が契機となり、海軍本部はセーラー服を水兵の制服として制定し、支給することにした。そして、イギリス海軍がセーラー服を採用したため、アメリカ海軍でも1862年に水兵用の制服をセーラー服に変更した。また、フランス海軍も1858年にセーラー服を水兵の制服として採用し、 日本海軍でも1872年に水カフの制服として採用していた。ただし、フランス海軍に関しては、イギリスの影響があったか否か定かではない。このようにして、セーラー服は水兵の象徴となり、水兵であるという設定のポパイも劇中でセーラー服を着用している。またドナルド・ダックの服装も水兵をイメージしている。そして、 セーラー服は現在でも日本の海上自衛隊をはじめ多数の国の海軍で水兵の制服として使用されている。海上自衛隊も男性海士の制服として採用している。一方、幹部、海藻は冬は黒のリーファージャケット、夏は白の爪襟、または海巾シャツが制服であり、女性自衛官は前回級で冬はダブルのブレザー、夏は シングルのスーツを着用する。アメリカ陸軍では、その服装の奇抜さが、南北戦争の北軍指揮官の中では、比類なき存在として知られていた、ジョージア・ームストロングカスターが、青い襟に白い星がついた、セーラーシャツを純正神事に特注した派手な黒い、ビロードの特製制服のもとに重ねていた例がある。カスターの肖像として、現在最もよく知られているものの一つである。 少々時代の写真でも、昇降用のフロックコートの丈を短く改造した上着の下に同じセーラーシャツを着ている。日本に初めて学校制服としてセーラー服が導入されたのは諸説あるが、最初に女子生徒用の制服としてセーラー服を採用したのは1920年、京都府の平安女学院であるとされ、そのセーラー服はベルトで腰のあたりを締めるワンピース型だった。 現在一般的に見られるような上下セパレート型のセーラー服を制服として最初に採用した学校については愛知説1921年9月神奈川説1921年11月福岡説1921年12月がある愛知県名古屋市の近所学院は公主事務取扱いのアメリカ人教師老眼先生の二人の 娘が着ていた水平服、セーラー服から考案され1920年4月の入学生に対して作れる人は洋服にする様に、型は自由、各自の個性に合ったのを作るようにと進め、1921年9月に正式にセーラー服を制服として採用した。神奈川県横浜市のフェリス女学院では1921年11月に、 女学生標準服としてセーラー服を標準服として推奨したが生徒で着るものは少なかった。その後の教師らによるデザインなどの検討を経て、1924年6月にセーラー服が制服として正式採用され、全生徒が着用するに至った。福岡県福岡市の福岡女学院では、当時同女学院の校長だったエリザベスリーが、 活動しやすい体操服として、自身がイギリス留学中に着ていたセーラー服をモデルに、1917年に大田用品店の大田豊吉に制作依頼した。運動ができるよう動きやすくするため上着だけで3年を費やしたという。1920年に上着を完成した後、動きやすいスカートの開発に行き詰まっていたが、大田豊吉はスカートにプリーツをつけることを思いつき、 セーラー服上限が完成した。福岡女学院で運動着として使用され、1921年12月に正式に制服として採用された。なお、福岡説をホームページで掲載していた大手制服メーカーのトンボは、福岡説をあくまで通説に沿ったもの、今後の展開次第では修正も検討するとし、同社ホームページから該当ページを削除している。 その後女子中学生、高校生の制服として全国的に普及し、現在に至る。セーラー服が全国に広まった背景には、東京大学をはじめ多くの学校が男子の学生服として立襟で、陸軍式の五つボタンのチュニックを採用していたため、それならば女子には海軍の軍服をという理由があったとも言われている。しかし、学習院と一部の学校では、 男子も海軍式の隠し、ホック止めの上着を採用しており、海軍でも歌詞官服はフランス陸軍由来の5つ、ボタンチュニックである。セーラー服イコール女子中高生というほど普及していた1980年代に、校内暴力やいじめなど、生徒の非行による学校の後輩が社会問題化した。当時、スケバン、ツっパりと呼ばれた不良女子中高生の間では、 セーラー服のスカートだけを地面に引きずるほど長くするなど制服を改造することが流行していた。学校側は服装の乱れは生活の乱れという標語を掲げ厳しい拘束による服装チェックを実施したが効果は上がらなかった。その対策として一部の学校では着崩すことが難しい制服としてセーラー服からタータンチェックのスカートのブレザースーツに変更した。 チェックのスカートは丈を伸ばすと格好悪いため、改造するものが激減した。だが1990年代には、コギャルブームにより、ブレザー制服を極端なミニスカートに改造し、ルーズソックスと合わせることが流行するようになる。また制服をモデルチェンジした、中学、高校に、制服が可愛い学校へ行きたいという女子が集まり、結果的に偏差値が上がって、 問題の多い生徒が減るなどの効果があった。そのため、九百八十年代後半から九百九十年代にかけて、特に郊外や地方都市の私立校で、ブレザーの制服に改める学校が増え、後に、公立校にもその動きは、全国的に広がった。特に私立校においては少子化の中で、生徒獲得のための経営戦略として、森花江などのファッションデザイナーや、 有名服飾ブランドが手掛けたデザイナーズ制服を採用する学校もあった性工場委員会の活動も参照。これは制服の工学化にもつながり保護者にとっては負担増ともなった。一方でいわゆる名門校の中には制服をブレザーに変更せず伝統あるセーラー服のままにしている学校もある。また飛行対策の面以外にも セーラー服からブレザーへ制服を変更する理由として、季節や気温の変化に応じた温度調節がしづらいこと、洗濯に手間がかかることなどもあった、特に冬服のセーラージャケット。セーラー服は、襟や袖など、直接地肌に触れる部分も多いために、ブレザーなど、カッターシャツや、ブラウスなどを着用する制服よりも不潔であると指摘され、冬服の場合、かつては、 家庭で洗えない生地も多くなかなかクリーニングへも出せない状況もあり、地域によっては汚れを防ぐ意味で、セーラー服の下にカッターシャツなどを着用させている、学校あった冬の防寒の意味合いも兼ねていた。現在では素材の進歩により家庭で洗える生地も増え、洗濯機で丸洗いできるなど清潔に保つことができるようになった。現在では、セーラー服を採用している中学、 高校はかつてに比べれば減ったものの、女子中高生には今も主流の制服である。かつてはファスナーが横に突き頭からこうむるように着るプルオーバーが主流だったが、現在は着脱が容易な前開きのものも増えている。また近年は、セーラーブラウスとジャケットを組み合わせた変形型、複合型のセーラー服を採用する中学、高校も現れ、 ファッション性を重視したものも登場している。例として、エリとスカートにチェックの模様が入った、清和学園高等学校の夏服など。なお、ボトムスについては、大部分の学校では、通年スカートを組み合わせるが、一部の学校、仙台市の常番に学園高等学校などでは、冬季にスラックスを選択することが可能である。また、 陶器のスラックス着用を義務付けている学校もある。福井県の堺市立明家小学校、長野県の安曇野市立赤品中学校など、寒冷地の学校においては、防寒の意味合いもある。コスプレ衣装用のセーラー服は、ドンキホーテなどの店舗やインターネット通信販売、以下、ネット通販により入手することができる。学用品とは異なり毎日の着用に耐えるような、 耐久性は求められていないため、外資的時や縫製は弱く、その分価格も安い。色使いが派手であるなど、明らかにコスプレ用であるとわかるデザインの商品が多い。一方で、実在する学校の制服に似せたレプリカ制服も市販されている。またそれとは別に、制服メーカーが製造しているセーラー服には実際の学校制服としては採用されていない。 デザインの商品が存在する。こうした、繁用品の学校制服は、標準服と呼ばれ、制服のない服装自由の学校に通う生徒が購入することを意図したものである。学用品であるため、生地や縫製は頑丈で、毎日の着用にも耐える、耐久性を有している。デザインや色などのバリエーションも、比較的豊富である。学校制服専門店や、 百貨店の制服コーナーなどで販売されることが多い。近年ネット通販ではこうした標準服のセーラー服の販売数が増加しているという。その中にはコスプレ用として購入する男女も多いとされる。タイや中国では一部の学校で日本風のセーラー服に変えたところ、高校によっては死亡者が大幅に増えたところもあった。サウジアラビアでは 女子高生の制服として採用されている。アラビア語で、と書いて、セーラー服と読みそのまま日本語由来の外来語として定着している。ただし、サウジアラビアでは、女性がアバヤ以外の服装で外を歩くことが不道徳のため、学校内のみの服装であり通学時も含めて、学校から出るときはサウジアラビアで、一般的なアバヤに着替えなければならない。現在でも、 サウジアラビアではセーラー服に対して極端な嫌悪感を示す人が多く、極端な男尊女妃思想が一般的で女性が高等教育を受けることに否定的なサウジアラビア人の間では不道徳の症状とて激しく増殖する人も多い。なお、海外で伝統的かつ道作的に女子制服としてセーラー服を採用している学校について、 日本の女子学生服科との相関関係の有無が網羅的に調査されたわけではない。上実のように日本の影響を受けて女子制服をセーラー服に変更した高校がある。カトリック系の女学校で女子制服としてセーラー服が採用されている例がある。また、小学校においては男子、女子共にセーラー服が制服として採用されている例がある。欧米では 海軍の制服となる以前から、セーラー服が子供服として着られるようになっていたため、男児の制服として使われてきた。特に1900年代初頭のドイツにおいて、盛んに採用された。現在は、小船学校などでの採用を除き、普通学校の制服として用いられる例は、アジアに多い。例えば、中国、台湾、スイス等の一部の小学校等の一部の小学校で、 男子、女子ともにセーラー服、男子はズボン、女子はスカート、またはズボンが制服となっている例が見られる。フェリーチェインターナショナルスクール、群馬県が男子生徒用の制服としてセーラー服を採用している。上着のみについて言えば、夏服は男女共通、冬服は類似のデザインである。かつては、福岡県の林檀ホール小学校も、夏季のみ、 男子の制服としてセーラー服を採用していたが、現在は別のデザインに変更されている。学校制服に限らなければ、一部の幼稚園で採用されている園服と呼ばれるほか、以下のように西日本を中心として多くの合唱団で採用されている団服と呼ばれる。など。小学校の合奏団、合唱団での採用例もある。 中学校以上では、が、夏季衣装として採用している。もともとセーラー服だった学校が、どれほどあったかは不明だが、中国人民解放軍の海軍少年軍校に、指定された、小学校及び、中国海軍が、財政的な援助をした、小学校で、男子、女子ともにセーラー服が採用されている例が目立つ。男子は、ズボン、女子はスカート、またはズボンを合わせる。 式典や課外活動時のみに着用する学校も多い。など。子供服のデザインを踏襲したセーラー服が採用されている。口述の中国とは異なり、海軍とは関係がない。一部の学校は式典のある日のみに制服着用としている。など。私服のデザインとしてセーラーカラーを取り入れたものはミディ。 ブラウスワンピース等とも呼ばれる。この名前の由来は海軍兵学校生ミドシップマンの愛称である。かねてよりセーラー服が女子制服としての採用されている作品は非常に多く存在してきた。一方男子制服としての採用例も一定数存在する。特に1 9九十年代後半以降のコミックアニメ作品を中心としてセーラー服が 男子制服として採用されている例が見られるようになり近年増加傾向にある。また少数ながら男性の私服として着用されている例も存在する。以下男子制服として採用されている作品を列挙する。アニメ化、単行本化されているものは除く。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。